ちょまて、こんにちは、シュラス、いったろら、こんにちは、シュラス。マリオやってきます。で、今回この上の方に隠しルートあるんじゃないかなと思って、それちょっと意識しながらやろうかなと思います。でね、今日冒頭の挨拶が思いつかなくて、ちょっと使い回しだね。これなんかの動画でこの挨拶やったんだよね。なんでちょっと使い回しです。誠に申し訳ございません。あ、でこれ、タヌキでこれ倒せんじゃない？確かニュースーパーマリオブラザーズ 1？ あ、いけるね、いける。あれの時仮面マリオで確かこいつ倒せたんだよ。なんであれだね。世代交代的な感じだね。おーっと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 、いいね、ゲット。あ、で私、あれなんですよ。あ、待って、これなんだろう。これ多分コインだけかな、上の土管。これ前回ね、この右下にゴールデンフラワーね、なんかすごい難しいステージをね、クリアしてゲットしたんだよ。なんかね、コメントで、まるでタスですねって言われた。レベル8、タス2、レベル2、シューをチューニング。ゴッドプレイが生み出す経済効果、シンクロ召喚、タッシュ。おっと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 、いいね、ちょっと、くだらない茶番やってたらあった。オッケー、いいよいいよ。いや、これ意外と覚えてるな。これなんかあんじゃなかったっけ。あるね、ある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 。これはコインでしょ、きっと。隠しゴールかな。いや、違うな。これ多分なんもないやつか。で、これ確かね、この、こうやるじゃないですか。こうやって、こうやると、あれなんですよ。そう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 。こうルート、あ、待って、ちょっとやりたいことある、やりたいことある。ちょ、もう一回戻ってきました。これ確か、無限一気アップできた気がする、ここで。ちょっとできた記憶ある。いくよ、みんな。いいよいいよいいよ。で、ここで、ちょ、一回で成功できるか分かんない。ちょっと早くり。こう来るじゃないですか。起きて、ここでケツで、これこれこれ、いけたいけたいけた。いや、いいね。で、これ、全クリするためには999機プラスちょっとやんないといけないんだよね。ちょっと今回動画的にやんないけど、なんでこの無限アップ使わないと、多分本当の意味での、これクリアすると星マークがつくんですよ。あった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 。で、最高が星5かな。で、星5にする条件の一つが、今の、なんだっけ、奇数をね、マックスにするのが条件だった気がする。なんで動画外かなんかでやっちゃおうか。あ、なんでこれ。あ、これそうじゃない？これ多分隠しゴールでしょ。多分これで上に繋がる気がする。いや、繋がるね。ちょっとさっきのとこまで行きます。はい、戻ってきた。これさっき下行ったんだよね。で、多分上行ってもすぐゴールだと思う。あ、ゴールだね、きっと。よし、どっち行こう。上行くか。上、なんかこれどっかちっちゃくない？なんかチビマリオ専門のコースなのかな。なんかチビマリオありそうな気がする。なんか土管のサイズがちっちゃかった。あ、でもこれ走れんじゃない？うわ、覚えてる、これ。ハイパースパルトロボティ、これ抜いてる上。いや、そうだね、確か上が正解なんだよ。上の方がしか難しいんだよね。スピードが速かった気がする。うわ、懐かしい、覚えてる。これ強制スクロールなんだよ、きっと。ちょっと帽子かぶります。かぶって、うわ、これ1回で全部取れるかな。で、このコイン頼りに行こう。コイン頼りに、コイン頼りに行こう。いいよいいよ、順調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 、オッケーよ。いいいい。あ、待って、こいつ踏んでくんじゃね。間に合う。よーし！よーし！それはかっこいい！それは素敵！待って！これ上だな！よーし！よーし！よしよしよし！うますぎ！やばい今！いや、むずいだろ、これ！この被り物が若干邪魔くせえな。いや、いい、この、なんか微調整、まるで、多種、多種、なんでもないです。ちょっと怒られたら嫌なんであんま言いません。うわー、これちょっと喋れないな。私結構集中してんだよね。いいよ。でも人間ってね、集中しちゃうとね、喋れないってなんか藤井四段も言ってた気がする。あ、でももう四段じゃないよね。すごいよね。今何段なんだろう。なんかもう段に上がるのが早すぎて。オッケー、これもう落ちていいんじゃない？落ちていいと思う。よしよし、じゃあ、いった中間は激アツマンタスティック煙で。オッケー、ナイス。で、これなんだろう。あ、いや、でもいいか。これ多分今ゴールデンフラワーだからチベマリオストックできないんじゃない？いいね、これで死んでもいい覚悟でいける。そうだね、今中間取ったからちょっと自分に優しくなった。いいね。人に優しく、自分に優しくなった。オッケー。いいよ。いい、コイン、ごめんなさい。コイン無視します。日頃いつもコイン取る私だけど、今回無視します。ごめんなさい。よっしゃー、乗れねえか。これ上下どっちだろう。上でいいか、上でいい。オッケーオッケーオッケー。壁キックだっけ、これ覚えてねえ。いや、どこ正解なんだろう。初見で行きたい、初見で行きたい。あった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 、間に合う、これ。よーし、よーしよしよしよし、これクリアでしょ。やばい、今うまいな。わ、ボスまでつながんだね。まあ、とりあえずテレさんとこ行こうか。あ、でもなんかテレさんとこっていつも隠しボールあるイメージだけど、多分ないね、この
エリアマップを見る限り。なんでコイン3つだけ意識してやろうか。よし、そうします。だ、取れるかな。結構ここ難しいよね。ただチビマリオ割とありかも。チビマリオじゃなきゃ取れないみたいなとこあった気がする。わすごい。君は誰だい。テレサのお友達会、なんか全王様っぽいね。オッケー。あ、なんかね、みんなこのキャラの名前なんていうのみたいなことを私一人で喋ってるとコメント欄でなんとかだよみたいな、よくみんな知ってるなと思う。こいつも、ね、知ってんのかな。みんなさん、なんて言うんだろうこいつ。なんかテレサの友達みたいな、そんな感じだよねきっと。で、こう行こう。あったし、あったー。ちょいった。これ下じゃね。いや、どっちだっけ。下。いやよかったよかった、引っ掛けてよかったわ。これ上か下どっちかルート分かれるより、なんか引っ掛けられた方がよかったっていうね。あ、これ取ります。いや、これは取っといた方がいいよね。私今1段階ちっちゃい状態だしね。これは取っときます。うわ、待って、分かれんのか。分岐か分岐。究極進化 OK。 ナイスナイスナイス。で、あれちゃんとやろうか。これを高等テクニックね。一回食らってこの無敵状態取るっていう。いやマジこの精度が落ちてきてるな。ちょっとどっかで修正をかけたい。あ、これ上あるね。上ただ上入るとこ確か結構あったんだよね。これなんだっけ、タヌキかな。あ、タヌキだね。ただ今私あれなんであれです。いやー、ここあったあったあった。どっちだったっけな。これ右って何やんだろう。右は多分違う。いや、これどこか右のどっちかだった気がする。どっちだったかなこれ。一番右じゃなかった気がするんだよね。あ、ちなみにこれ上、これ乗れば上上がります。ただ今タヌキマリオだったから普通にここだった気がする。この今あるここ、いや多分ここじゃったかな。お願いします、一回で成功させたい。覚えてね覚えてね。ただ行こうかこのまま。いや、ただこのゴールデンフラワーの激アツだね。これであのブロックとか壊せるもんね。あの、いけない、なんて言うんだろう、ブロック壊せるから。なんかニュースーパーマリオブラザーズ1だと、カメマリオで行くやつ。あ、いいあ、でも使うまでもなかったね。やった、ここなんだろう。え、隠しゴール。え、嘘でしょ。これ動画始まる前に隠しゴールないっていう話を自分でしてた気がする。え、どこに出んの。え、出る場所あった。え、あ、ここつながるんだ。ここつながるんだ。ちょ、さっきのところまで行きます。で、ここでいいのかな。一回左入ってみようか。さっき隠しルート進まないルートに3つ目のコインあんのかな。いや、わかんねえ。いや、ただここ外れっぽそうだな。ない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 。ヒップドロップ、よーし。今うまかったね。今のはやばかった。多種なんでもないっす。いや、やっぱ私の勘を、自分の勘信じようか。多分ここさっき隠しルートない状況で行けばあんじゃないかな。3つ目のコインなんかある気がする。これテルさん、もしや倒せないか。なんかさ、カメマリオのいなくなった代わりにこのタヌキマリオみたいな感じじゃないですか。で、カメマリオってなんとテレサ倒せんだよね。なんでなんか同じこのなんか世代交代としたらこれで倒せてほしいけどね。倒せてほしい。うわ、ゴールっぽいな。ゴールっぽい。いや、ゴールか。いや、ちょっとコースから出るわ。コースから出てもう一回入ります。いや、そうなると一番右か。一番右だね。ここに3つ目なかったらどうしよう。いやどうだろう。全然覚えてない。全然わかんない。ここでないと結構絶望的な。あったあった、普通にあった。これどこだろう、ここ。よし、ということでさっきねゴールのとこまで行ったんで、もうカットでいいかな。早送りじゃなくてカットします。よし、水か。水やってボスやって今日終わりか。そうします。うわ、一回嫌がる、一回嫌がる。いや、どうしよう。いや、タヌキ、いやでもこれいきなり入りたいな。フラワーの次、フラワーの次。よし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 、いいね、いい、順調順調。私コインが苦手なだけでこれあってほしいな。ただここで今まで会ったことがないんだよこれね。このゴールデンマリオを取って、なんかいつもボーナスステージみたいな、こういうコインだけしかないんだよ。このでっかいスターコインがないんだよね、マジで。いや、今回もない。え、なんなんだろうこれ。ちょ、無視するよ全然、ごめんなさい。これコイン取れっていう意見もあるかもしれないけど、ごめんなさい、無視します。一応戻ってみるか。
いやないね。やべ、なんかなんだよそれ。だって私まだゴールデンフラワー蓄えてるからね。なんだろうこれ。これ押せばどうにかなる？いや違うな。なんだこれ。どうすればいいんだろう。どうすればいいんだろう。あ、来た来た来た。効率だね。これキープしていけばいいのか。そうだね。これ当たるよね。当たるこれ。当たる当たる。ああ、私にも当たる。ナイスナイス。やっべ。これやられる可能性濃厚。まだ私今日ノーミスだからね、ノーミス。これ入れんじゃない？あ、本当に入れた。今結構冗談で言ったんだけどな。あ、やばい。ゴリ予想。中間くれ、中間をくれ。あった、やった。イカが強すぎる。いやでも私たこ焼き結構好きだからね。これ欲しいな、タヌキ。いやー、フラワーか。これさ、こっから撃てばいいんじゃない？ざまみろ。いいよいいよいいよ。あいつより早く上に上がって発射。くっそ、よし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 。入れる？これ土管多いステージね、結構嫌だよね。なんか全部確認しないと嫌じゃないですか。これ流れ止まるんじゃない？いやいいね、これ青が、青コインが目印になってる。ごめんね、全然無視するよ。オッケー、これに3つ目ありそう。でもこれも流れ止まんだろうな。いや、これこのままやってれば間に合うんじゃない？多分この下に、くそ、どれか入れるとかない？あ、待って、全部入れなかった、全部入れなかった。コインだけかな。なんかコインだけっぽいっす。ちっちゃいコインね。今全部一応確かめたんだよ。ただ、一生落ちてくんのか、また。また一生落ちてきそうだな。とりあえず入れるか確認。うわ、こいつら、距離を取って。あったあったあった。あ、これで壊してくれんじゃない？どうだろう。壊してくれない。待って、こう、やばい。いや、来た来た。いいね、これイカごとやってくれ。もう私ごとやって、イカごと私ごとやってくれ。くそ、こいつら、こいつらマジで、マジであれ。よし、ナイス。いいよ。おう、すげえ、ぶっ壊れんだ。土管強っ。土管最強説を、かわいい。なんかこう見るとペットとして飼いたいよね。さあ来ました。今日終わり。なんだっけ、イギーだっけ、レミ。あ、女の人か。女の子、あれ名前なんて言うんだろう。ここは割と覚えてる気がします。これ確かチビマリオ必要じゃなかったっけな。必要なんだけど、チビマリオで入れるとかあるけど、そこにこう、あ、出た、クリボーアッシュ。あ、じゃあアローラの姿。あ、これはみんな大、これあるよ、みんな行くよ。いやー、覚えてる。トロ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 。いや、いいね、激アツ。お、いいね、中間だ。これどっかチビマリオで入るとこ絶対あって、あったね。ただここになかった気がするんだよ、このチビマリオ入れるとかあるけど。なんでコインは3つ確保できると思う。あ、やべ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 、やっちまった、やっちまった。絶対絶命だった今。だって多分3つ集めれると思います。これ2つ目なんじゃないかな。いや、そうだね。ただあそこ一応入っておきたいよね。3つ目どこだったっけな。待って、やばい、食らう。こう、そう、ここ結構難しいよね。普通に難易度高い。あぶね、あぶね。しゃがんで、で、いきま、あぶね、やばい。いいわ、勝者、うまい。で、これ確か、あったね。あ、こう、隠しブロックあったはず。あ、そうだね。隠しブロックあって、この右にあるよ、みたいな。私はもうゴールデンで行くよ。ゴールデンシューで行くよ。これで多いからね、容赦なく行くよ。ほんとは取っときたい気持ちもあったんだけど、これワンパンなのかな。どうなんだろう、判定。あ、水かステージ。いやでもこれ割と有利なんじゃない、このゴールデンマリオと。こいつ名前なんだっけ、ジョセフだっけ。あー、そういえばね、10月からねジョジョアニメ化するように、私めっちゃ楽しみ。ジョジョ5部、やっぱジョジョって面白いよね。いやこれ強すぎだね。いやでもデカマリオはあれだ。わー、もう無敵。デカマリオだとワンパンだったんだよ。ニュースーパーマリオブラザーズ1、2でも一応出んのか。ただ1と違って2だとストックできないんだよね。余裕だね。こいつはモートンだ。モートンな気がする。これは覚えてる、多分合ってると思う、モートンで。おっていうか見て、ニュースーパーマリオブラザーズ1だとワールド 8? なんだけど、これワールド6しかないんだね。
でもその代わりにあれか、ワールドキノコっていうのかな、下の方ワールドフラワーとワールドキノコがあるから、まあ同じぐらいなのかな。はい、終わります。ブルブル。